こんにちは、サラです。皆さん、普通に生きているだけなのに、なんか今日眠いの?って言われたことありませんか?私はよくあります。今回はですね、もうしょうがないじゃんって思いつつも、メイクで眠そうに見えちゃうポイントを解説した後に、パッチリ印象の目元に見えるメイクを紹介していきたいと思います。メイクは好みとかありますので、私のこの顔での改善方法みたいなのを共有できればなと思います。そしたら腫れぼったく見えちゃうメイクやっていきたいと思います。やっぱりこうすっぴんの時点でも私の元の目は横から見るとわかりやすいんですけど、へこみが一切ない。むしろ出ている。これ泣いた時とかすごいよ、私。2倍ぐらい腫れ上がっちゃって、鼻の高さに届くんじゃないかってぐらい目腫れる。この腫れぼったい目をすっきり見せたいがゆえに今までやっていたパターンね。やっぱ盛ろうとしちゃうんですよね。はい。ではまずベースカラーですね。やっぱ明るい色常識的に入れたくなりません?これ塗らないといけないみたいな感じに思っちゃうよね。この明るい色を全体的に入れすぎちゃう。ここがポイント一つ目。これでもうね、だいぶ腫れぼったく見えちゃいます。悲しきことに。こんな感じ。こっちが塗ってない方。こっちが塗った方。で、まあ中間色ね。普通に塗ります。はい。そして締め色。これもね、入れたくなるんですよ。これポイント二つ目です。濃い色を入れすぎちゃう。こう塗ってる時はまあグラデーション綺麗じゃんって思うんだけど、開けると二重幅がなくなって見えちゃう。下まぶたもこの濃い色。締めなきゃいけないという使命感。パレットにあるのは明るい色から暗い色のものまで塗らなきゃいけないって思っちゃうじゃないですか。それでこう塗ってしまう。こんな感じ。ポイント三つ目。このラメ。やっぱラメも使いたい。流行ってるし。だから、上まぶたの中心にこう乗せるやつ。いや、これは可愛いんですよ。可愛いんですけど、締め色をしっかり塗って、その上から重ねると、より立体感のコントラストが出て、腫れぼったく見えちゃいます。可愛いんですよ、とっても。はい。そしてアイライン、こちら。3650リキッドアイライナーのブラウンブラック。で、ポイント4つ目。アイラインを目頭からがっつり入れちゃう。際に描いてるつもりなんだけど、まつげの上にしっかり描いちゃってるので、結構太いです。私の目には。はい。こうなっちゃいます。で、あとこれね、黒目の下に入れて、黒目を大きく見せるっていうテクなんですけど、この組み合わせだと、ちょっとより小粒目が加速します。はい。そしてポイント5。マスカラをビューラーなしで、追い落ちタイプのものを使用する。塗らないよりは確かに長さしっかり出るんですけども、私みたいに下がりまつげの方は、白目のところをこう隠しちゃうので、白目の面積がより小さく見えてしまいます。あと、まつげが下がっていることで、目周りが黒ずみやすい。はい、こっちがアイメイクなし、こっちがアイメイクありです。もう、メイクしない方がまだ目大きく見えるよね。したら反対側も同じようにやってきます。はい。完成しました。すごい。眠そうじゃない?普通にしてるのに。全然表情変えてないですよ、今。遠目で見てみると、こんな感じ。なんか疲れても見える。でも、仮病の時には使えるのかもしれない。したら、このメイクを落として、OK パターンやっていきたいと思います。はい。それでは、まず、ポイント1。カラコンをつける。です。今、こっちだけにつけてます。こっちがカラコンなし、こっちがカラコンありです。大きすぎないのに、目に光が入って、立体感が出ます。はい。ポイントその2。シェーディングをまぶたの上に入れます。普通、ノーズシェーディング。とかだと、この辺に入れたり、あと鼻先に入れて終わりだと思うんですけど、しっかり出っ張ってる部分にも乗せる。色味は自分の肌に合うものを使うのをおすすめします。私は結構青み強めのカラーを使ってます。結構しっかり入れてます。こっちがシェーディングなし、こっちがシェーディングあり。ポイント3つ目。二重幅を潰さないように中間色をメインに使う。目を閉じた時じゃなくて普通に開いた時に少しはみ出るぐらいまで塗ります。奥二重一重の方は結構広めになると思います。
下まぶたにも同じカラーを使っていきます。はい、そしてアイライナーはこちら3650のカラーアイライナー。さっきはブラウンブラックを NG メイクで使ったんですけど、この六角形のフォルムが手にフィットして描きやすい。カラーは全部で6色あります。ペン先はこんな感じで非常に滑らかで描きやすいです。腕に描くとこんな感じ。発色もいいし、日常使いしやすいラインナップで、どれもね、使いやすいです。今回はこのグレー、こちらを使っていきます。ポイント4つ目ですね。アイライナーは、まぶたをしっかり持ち上げて、まつげとまつげの間を埋めるように描いていきます。汗とか擦れに強いウォータープルーフ処方なんだけど、落とすときはお湯でオフできます。目尻はこの地まつげのラインを自然にこう延長させるイメージで描きます。で、まつげ美容液成分も配合されてます。一石二鳥。柔らかいカラーを使うことで自然に目元が大きく見えます。で、今使ったグレーはさっきつけたカラコンとか瞳の色、あとまつげの質感に自然に馴染むので、透明感のあるナチュラルな仕上がり。はい、そして涙袋は3650のニュアンスカラーを使っていきます。で、全部で3色あって、シアーブラウン、シアーレッド、パールピンクです。アイライナーにプラスすることでより立体感や血色感を出せます。今回はパールピンクを涙袋のラメ、シアーブラウンを影に使っていきます。じゃあまずシアーブラウンで影を描きます。描いた後に指とかブラシでぼかすといい感じに仕上がります。あと二重のラインの延長にも使えます。はい、影を仕込むことで立体感が出てきます。そして次にパールピンク、パールが入っているので潤んだ感じの目元に仕上がります。で、ワンタッチで描けるので楽ですね。繊細ラメが輝いて可愛いです。はい、涙袋が出現したことで目元がね、強調されます。ポイント6、目に光が入るようにまつげはしっかりと上げます。目頭の毛もしっかり挟んで上げます。マスカラはお湯落ちタイプだとどうしても下がりやすいので、まつげが下がりやすい方はウォータープルーフタイプがおすすめです。はい、こんな感じで、さらにこの大粒ラメを入れたいよって方は下まぶたの黒目のあたりに入れるととっても可愛いです。引きで見るとこんな感じ。これでもう眠そうとは言わせません。こっちがアイメイクなしで、こっちがアイメイクあり。カラコンだけは入れてますね、こっち。反対側もやってきます。はい、両目とも完成しました。やっぱり目元のメイクを変えるだけで顔全体の印象が変わって見えますね。明るくなったような感じ。で、メイク直ししたい時におすすめなのがこちら、リタッチブラウン。メイク直しのために作られたアイライナーです。透明感があってどんな色に重ねても馴染むブラウンです。で、リタッチメイクとしてはもちろんなんだけど、ちょっとオレンジ系のカラーなので、これだけでオレンジメイクとかメインカラーとしても使えます。こういうのね、ポーチに入れておくと安心ですよね。いかがでしたでしょうか。あと写真撮るときにこう笑うと目が細くなっちゃって、カメラマンさんとかに目開けてってめっちゃ言われてきた人生なんですよ。もう特に入学式、卒業式、証明写真、もう全部そう。で、笑ってって言われるから笑うじゃん。したら目開けてって言われるじゃん。で、頑張ってこう目をこう見開いたら笑ってって言われるじゃん。で、笑うじゃん。無理よ。ちょっと笑いと目開け両立して頑張りますね。こうなっちゃうのよ。でもこれはさ、不自然じゃん。そんな時、私がこの29年間生きてきてたどり着いたのが、笑った時に目開けてって言われたら目を開けるんじゃなくて眉毛を上げる。大げさに言うとこうね、ちょっとこう眉毛上げる。ぜひ皆さん、笑って目開けてって言われたら眉毛上げて、そうすると写真撮った時にいい感じになります。こうちょっとね、上げすぎると変なんで、ちょっと眉毛上げる。ぜひやってみてください。今日紹介した3650は
カラーがね、6種類、ニュアンスカラーが3種類、そしてリタッチカラーが1種類あります。ぜひカラーバリエーションが豊富なので、気になった方は概要欄からチェックよろしくお願いいたします。ということで、チャンネル登録と Twitter とインスタもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。